シティサイクル、シティサイクル、シティサイクルとは、現在の日本における自転車の中で、最も一般的で多数を占める、日常生活用車種の総称である。俗に、ママチャリなどとも呼ばれる。また、警戒車と呼ばれることもある。警戒車も参照。英語圏では、シティバイク、シティバイク、アーバンバイク、アーブニュバイク、クラシックバイク、クラシックバイク、ククイクヨーロピアンシティバイク、 ヨーロピアンシティバイク、ECB とも呼ばれる。通勤用として、マウンテンバイクのコンポーネントを搭載した、クロスバイクのようなハイブリッドバイクもあり、コミュータバイク、コミューターバイクと呼ばれる。かつてこのカテゴリーは警戒車と呼ばれていたが、日本人のライフスタイルと思考の変化に応じて、この分野の製品の形態の変化、多様化が進んだことで、警戒車という枠組みでは捉えきれなくなったために、 新たに与えられた名称である。日本工業企画ジス D9111-2005 自転車分類及び諸言では、従来の警戒車に変えて指揮者として、主に日常の交通手段及びレジャーに用いる短中距離、低中速走行用自転車と定義されている。警戒車と指揮サイクルの間に明確な定義があるわけではなく、その境界は曖昧である。 シティサイクルの名称は、自転車業界、和解で、自然発生的に生まれ広まったものを業界団体、公的世が追認する形となった。そのため、その差し示す範囲は業界においても厳密ではなく、特定のタイプを指して用いられる場合もあれば、ミニサイクルやコンパクト車、さらには、ビーチクルーザーなど広い範囲を指して用いられる場合も、ある。ちなみに、ママチャリという属称は、 当初、婦人用ミニサイクルを指すものとして、生まれ、ママのチャリンコの略、やがて、ミニサイクルブームの終焉に伴って、婦人用警戒車を指すものに移り、ついには、シティサイクル全体を指すものへと変化したという説がある。かつて、日本においては、一般的に実用車が使用されていた。女性の使用を考慮したものも作られたが、さらなる開発が必要となり、 ファッショナブルで軽い警戒者が多く発表される。日本工業企画において警戒者から指揮者への再定義が行われたのは JISD9111 の1995年改正である。しかし、現実の変化はそれより遥かに早くから始まっていた。中でもエポックメイキングであったのは1980年代初期に起こったカマキリ自転車の流行である。これは それまでの確一的な警戒者の枠を脱し,し、ファッショナブルなデザインを盛り込むこと新たな需要を掘り起こす試みとして、ブリジストンサイクルが発売したカマキリシリーズのヒットに橋を発し、各自転車メーカーもこぞって追従するブームとなったものである。カマキリはブリジストンの商標であるため、他社製品を含めたこの分野全体を表すものとして、シティサイクルという名称が生まれ、 次第にその範囲を広げていった。その特徴として、スポーツ車のイメージを取り入れたり、無駄な装備を取り払う、引き算の発想に基づくデザインと、赤や黄色や黄緑などの鮮やかな膨張色のモデルも発売するなど、それらによって従来の警戒者を大きく上回る警戒感を体現していた。泥よけを備え、シンプルなハンケースのチェーンガードと、 ワイヤ式ブレーキを前後に備える。また、鮮やかな塗装色は、紫外線による退色や、汚れやサビが目立ちやすい点が問題視されて、汚れの目立たない、中間色のメタリック塗装も多い。シティサイクルは、使用目的やユーザー層に合わせた多様な形態があり、いくつかの代表的なタイプに分けられる。メーカーや販売店によっては、単に、シティサイクルという場合は、 特にこのタイプに限定する場合もある。カマキリ自転車の面影を色濃く残す最もシンプルなタイプであり、性別を問わないユニセックスな形態であるため、学生、生徒の通学や男性及び若い女性の通勤用途に選ばれることが多い。フレームは直線的な構成のスタッガードフレーム、スタガードフレーム、ステップスルーフレーム、ステップスルーフレームで、 チェーンガードはピストル型と呼ばれるハンケース。スタンドは一本足のキックスタンドが付く。前かごを標準装備するが、リアキャリア、あと2台は別売りとなるものが多い。俗にトンボハンドルと呼ばれる、オールラウンダーバータイプのハンドルバーを持つものが多いが、カマキリハンドルと呼ばれる、大きくアップした、イズが大きいと表現することもある。アップハンドルを装備したものもある。スタッカードフレームとは、 和製英語であり、ヨロメいたフレームという意味になってしまうため、英語では使われない。タイヤのサイズは27型、2713、8リム計6 3 0ト、mm、ルのものが多数を占め、一部に一回り小さい26型、2613、8リム計5 9 0ト、mm、ル、フランス式、650A や体格の大きく活発なユーザーによる国士に耐えるべく、 大きく太い28型、2811、2リム計 635mm、フランス式、700バイトを採用したものがある。タイヤ幅は 35mm、なお、2413、8、2213、8、213、8サイズの小さなものもあるが、これらは、子供車として扱われることが多い。チューブバルブには、A 式バルブ、ウッズバルブ、 ダンロップバルブのものが使われている。標準で、オージロック、オーロックがついている。ママチャリ、婦人用自転車などと呼ぶものである。メーカーや販売店によっては、ホームサイクル、または、ファミリーサイクルと呼ぶ場合もある。カマキリ自転車よりもさらに古く1960年代後期から1970年代前半、頃にかけて流行した。 婦人用ミニサイクルの影響が伺えるタイプであり、主に主婦を中心とした女性の日常の買い物用途に選ばれることが多い。中学校、高等学校の生徒の間では自転車通学のため、あえてこのタイプを選ぶのが意気とする風潮が一部に見られる。スタッカードフレームをベースに曲線を取り入れたダブルループフレーム、ダブルループフレームや 一本の太いパイプを曲げ加工した U 字または L 字フレームで乗り降りの際になるべく足を高く上げる必要がないよう配慮されている。上員のスカートなど衣服の裾が後輪に巻き込まれるのを防ぐドレスガードを備え、チェーンガードはフルカバードの前ケースであるものが多い。スタンドは両足スタンドと呼ばれる車体が直立した状態で駐車できるものが使われ、 荷物の乗せ、卸ろしの際も安定感がある。前かごに加え、リアキャリアも標準装備するのが一般的。状態を起こした視界の広い乗車姿勢が得られ、前かごの荷物と手が干渉することのないセミアップハンドルと呼ばれるハンドルバーをもものがほとんどであるが、アップハンドルにセミがつくのは先にミニサイクルに使われていたアップハンドルと比較して、 大豆が半分ほどと小さいためである。タイヤのサイズは26型が多数を占めるが、27型、および小柄な顧客向けの24型、2413、8リム計 540mm も存在している。なお、日本工業企画ジス D9101 から1991、自転車用語では、車輪の小道予備24以下のものをミニサイクルと規定しているが、 販売店など、和解の現場では、2413、8型の式サイクルは、ミニサイクルとは呼ばないことが多い。これは22型、2213、4リム計 501mm 外径から23.5型と呼ぶ場合もあるのミニサイクルと、24型婦人用式サイクルとの、車格が近いことによる混乱を防ぐとともに、ミニサイクルという名称に伴う、 特定のイメージの影響を避けるための習慣的な区別である。スカートガード、スコートガード、ドレスガード、ドレスガード、コートガード、コートガードがついている、婦人用自転車もある。基本型は、シティサイクルの基礎であるカマキリ自転車の形態を受け継いでいるが、誕生時の重要な特質であったファッション性は、普及に伴って失われ、自転車のある生活に彩りを与えようという当初の、 精神は、廃れてしまった。シティサイクルが普及するにつれ、画一的な形状の、実用性一辺倒の銀色の塗装のものばかりとなり、没個性的なシティサイクルが街に溢れることになった。こうした状況を打破すべく、フレームや、各部品、装備品の形状や色彩に変化を与え、ファッション性を高めるべくデザインされたものが現れ、ファッションサイクルと呼ばれるようになった。 若い女性や主婦に選ばれることが多い。基本型や婦人用語ベースとして小規模な開閉を加えただけの簡単なものが主流だが、中には実用性を疑わせるほど奇抜なものも稀にある。ブレーキやギア、ハンドルなどはマウンテンバイクのコンポーネントを使用し、ホイールやタイヤはロードバイクやツーリングバイクと同じ 700C 規格。 MK622mm を搭載した、クロスバイのようなシティバイクもある。泥よけ、チェーンガード、スタンドなどは、標準装備されている。見た目は、ママチャリだが、ギアもクロスバイクと同じくらい付いているモデルが多く、スピードもクロスバイク並みに出る。ママチャリに似た形状のフレームに、ママチャリに似た形状のフラットバーハンドルを採用し、タイヤの太さは 25C から 38C 程度の、 路面からの衝撃を吸収でき、タインク性能を確保したタイヤを装備したモデルが多い。コンポーネントはターニーなど比較的低価格帯のコンポーネントが使われる。変速機は6段変速が標準だが18段変速などの機体も多い。チューブバルブにはベーシキバルブ、シュレーダーバルブのものが使われている。自動車やモーターサイクルと共通であるため。 ガソリンスタンドで空気を入れてもらえる。バルブ外形が A 式と同じため、A 式バルブ装備車と相互に交換することが可能。様々な路面に対応するため、前は太めのブロックタイヤ、後ろはスリックタイヤといった組み合わせも見られる。ステップスルーフレームはハイブリッド型シティバイクの大きな特徴の一つである。ブレーキにも大きな特徴の一つがあり、クロスバイクや マウンテンバイク同様に前後 V ブレーキを標準装備してる。リアエンドは逆詰めエンド、ロードエンド型になっており、スタンドもサイドスタンドなっているので、警戒者よりもメンテナンスがしやすくなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。